自分の部屋にいなかった。寂しがり屋が僕を掴んで話してくれなかったんだ。先の
していなければ離れたけれど今さら今さら無理だと気づく笑われて馬鹿にされてそれでも憎めないなんて自分だけ責めるなんていつまでも情けないね手をつなぐぐらいでいい並んで歩くくらいでいいそれすら危ういから大切な人が仲良くしてね手をつなぐくらいでいい並んで歩くくらいでいいそれすら危ういから大切な人が見いれば上出来手を繋ぐぐらいでいい並んで歩くくらいでいいそれすら危ういから大切な人は友達くらいでいい友達くらいがちょうどいい
私は意地悪な人誰にだって
したのか思い出せない。
Thank you.
君の遅刻が治ったら僕もタバコをやめていいよと、半分冗談半分本気のそんな二人の始まり。あなたを好きでいさせて。
直せない「思われたりしてた」
して歩いてるのは心を悟られないためなのね。妙なポーズで呼吸するのも誰にも嫌われないためだけど、でもそれじゃ息苦しいわ。口に私を悪く言
の涙を返しておくれよ。泣くなと言うなら泣かれて困るなら、あなたを責めずに出て行く私の泣きたい気持ちを拭って見せてよ。
だと騒ぐのはから元気私